占ってあげましょうか。最近占いにハマってて、遠藤先生の占いが当たるって評判で。引っ越しは3月がいいと出ています。恋の始まりは縮れ麺と出ています。遠藤先生に占いでおしゃれしたら運気が上がるって言われて。遠藤先生すごいや。いやいや当たんないから。死ねって言葉が見えますね。嘘嘘嘘嘘嘘、私は猛烈に感動してるよ。親友だから。僕が母親にどういう感情を持ってるか知ってるよね。最悪の誕生日プレゼントだよ。ああ最悪だ。オーディション落ちた。もうどうすりゃいいのか分かんねえよ。大丈夫だよ、君は最高なんだから。完全におもちゃにされてるでしょ。大久保君の中にある可能性を否定する行為ですよ。いつも面倒見てやってるでしょ。さっさと来なさいよこっち。嫌われてるんじゃないですか。パチンコ台に僕に。しっしょー。茨の道を進む覚悟はありますか。顔だけ先生、11月27日土曜夜、足裏の層を見ます。痛い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 。